この校では2004年のアルビレックス新潟について記述する。前年 J2 で優勝し、アルビレックス新潟は J1 に初昇格した。監督は前年に引き続きソリマチー事が務めた。また J1 昇格に貢献した多くの選手もチームに残留した上で J1 のクラブへ移籍していた鈴木慎吾、寺川農事が復帰。さらに桑原博義 梅山治む、北安志ら J1 でのプレイ経験がある選手の獲得に成功し、新外国人選手としてエジミューソンも獲得した。年間の J1 での戦いとなった2004シーズン、ファーストステージでは3勝5分け7敗の14位と苦戦したが、セカンドステージでは攻撃はエジミューソン、オゼアス、ファビーニョのブラジル人3トップに任せて、 残り全員で守備をする分担システムがはまり、10月23日に発生した中越地震の影響を受けながらも一時は3位まで順位を上げた。セカンドステージの最終順位は7勝に分け6敗の7位。年間順位は10位で初の J1 リーグ戦を終えた。最終更新日、2013年1月22日。出展、J リーグ。 2013年1月22日閲覧。開催地、A イコールアウェー、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。最終更新日、2013年1月22日。出展、J リーグ。2013年1月22日閲覧。開催地、A イコールアウェー、H イコールホーム。結果、 D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。アルビレックス新潟 V 小ナンベルマーレサプライヤーはアディダス。シャツはオレンジで、襟はなく肩に3本線。脇腹部分には青色のカッティングが加えられた。パンツは青。セカンドは上下とも白。ありがとうございます。